今シーズンの最終節はガンバ、セレッソ、大阪ダービーでした。前半の17分、セレッソはこの山根のシュートがありましたが、これチャウワットからの見事なパスでした。そして胸で落としたところもシュートコース空いていましたが、枠の上、大きなチャンスがあったセレッソ。前半の33分、直接フリーキック、初瀬のこのボール、今日はこのキーパーの茂木のナイスセーブも光りました。日本代表にも去年は選出されたこの初瀬のシュートでした。さらには前半の40分、ガンバは中村の個人技、この力で最後シュートまで来ましたが、ここも茂木ガッツポーズ出ました。0対0で迎えて前半をさ折り返すかと思われていましたが、前半の45分を過ぎてのアディショナル、このボールです。ここで受けた中島が最後は左足、キーパーたり手に当たって、そのコース変わってポストに当たりまして、ゴールを割るというシーンでした。先制はセレッソです。今日はこの中島が何度もゴールに襲いかかっていきました。喜び爆発です。変わって後半です。後半50分はこのプレーで1丸が今日2枚目のイエローカードで退場となります。これで1人少なくなった1丸、怒りが収まりませんでした。そして61分です。セレッソ、今シーズンゴールがなかった沖野がここに走り込んでいまして、もう仲間からも祝福されるという。そしてパスを出したのは先制ゴールの中島。中島は今日1ゴール1アシスト、見事なゴールを挙げています。さらに78分、セレッソ、このボール最後は米澤、キーパー谷が体で止めます。そしてアディショナル終了間際に大きなチャンスもありました。まず瀬能のこのシュート、握手を送ります。佐野吉監督、途中出場のこの瀬能、さらにはここでボールを受けた高江のミドルシュート、枠のわずかに右を抜けていきまして、最後ゴールに襲いかかりはしましたが、ガンバはその後